リガの犬たちは、ヘニングマン・ケルジョによるスウェーデンの警察小説、クルト・バランダーシリーズの第二作である。1991年2月12日、イースタッド警察署に、間もなく二人の死体を乗せた救命ボートが漂着する。という匿名の電話がかかってきた。翌日、電話の通りに、救命ボートがモズビーストランドで発見された。乗っていた死体を見分すると衣服は、 高価なものばかりで体には重曹と拷問された痕跡があり、歯科治療の後から東欧出身者だと推定され、救命ボートの特徴からもそれが東欧製であることが判明した。外務省を通じ各国に問い合わせると、ラトビアから死体の身元に関する情報が送られてくるとともに、現地から捜査官が派遣されてくることとなった。 ラトビアからやってきたカリウスリエパ中佐によると殺された二人はマフィアの仲間でラトビアでの逮捕歴があるということであった。インスタ警察署に保管してあった証拠物件の救命ボートが盗まれるという事件も発生したが、一週間の滞在後、リエパ中佐が遺体を引き取って帰国するとともに捜査はすべてラトビア側に引き継がれた。リエパ中佐が帰国した翌日、イースタ警察署に ディエパ中佐が何者かに殺害された胸を報じる。デレックスが送られてきた。ラトビア警察からの要請で、来るとバランダーがラトビアへ行くことになった。ありがとうございます。